皆さんこんにちは、ケンです。本日はですね、日常系の動画になるんですけども、現在時刻は午後の18時です。最近暑すぎてもう昼間に乗ろうなんてちょっと無謀すぎて、なんで今18時、ちょっと遅めなんですけど、今からちょっとこのクロスターでライドしていこうかなと思ってます。で、このクロスターなんですけど、ようやく撮影できるように、ちょっと改造しまして、まあその他その他にもいろいろ装備変わってますんで、ちょっと軽くねご紹介したいなと思ってます。まずここにファナレーサーのちょっと大きめな携帯ポンプですね、しっかり足で踏みつけて入れるタイプのものをクロスターのフレームに装着しました。結構無理やり取り付けてるんですけど、まあ、カーボンにはこういう取り付けはあまりおすすめしません。アルミのフレームなんで今がっちり固定してます。他に変わったとこ、サイクルコンピューターとキャットアイのボルト400とこの専用のマウントですね。これはもともとマミのクォーターについてたものになるんですけど、今マミの方にガーミンの H820J を譲ったので、まあ、代わりにこれを移植しました。と言っても全部僕が買ったものなので勝手にすればいいんですけど。あ、で、そうそう。実はこういうマウントを買いました。今これは、GoPro 用のマウントになるんですけど、失礼。GoPro をここに入れてセットします。こんな感じですね。結構重量あるんですけど、今こういう風に撮影したり、またここ緩めると、まあ、こういう風にこうやって自撮りも、自分の方向に向けて自撮りもできたり、あとはこう倒してこう倒せるようになってるんですけど、倒してちょっと横の背景を撮ったりといろいろできるマウントをですね、 Amazon で購入しました。これ結構便利なんですけど、かなり重いです。全部金属でできてます。結構重いんでロードバイクにはあんまりつけたくないんですけど、前回の夫婦ライドの動画ではこれをシートポストにつけて撮影してました。まあこんな感じで、クロスバイクでも撮影していきたいなと思っていろいろいじってみました。今喋ってるだけで汗が出るほど今日めちゃくちゃ暑いですね。で、今日は何をするかっていうと、まあ、普通にクロスバイクで街中を走って、ちょっとダイソー、100均のダイソーですね、ダイソーで欲しいものがあるのでそれを買いに行きたいと思います。じゃあライブ動画お楽しみください。
They've been dope on flame, I just switched the lanes. Damn, he did it again, I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't got a ceiling, mostly all is flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10, 10, 10. Yeah. ここは敦賀で有名な貴妃神宮です。写真撮ってきますか。なんか街の撮影って斬新じゃないですかね。斬新っすね。はい、今自宅に帰ってきました。このパニアバッグの中にお目当てのものが入ってます。よいしょ。はい、では紹介します。これです。インスタントコンロ、ダイソーさんのものです。お値段は100円じゃなくて300円になります。これを使ってみたかったんですね。なんとこれ一つで網もついてる、炭もついているということで、もしこれが、まあ、使えるものだったら、まあ、使えるものだったら今後ですね、このクロスバイクでキャンプライドするときにこれを持っていけばバーベキューができるってことになるんですよ。私の住んでる地域にはダイソーが1軒しかなくて、まあ、そのダイソーまで今ライドしてきました。そのためのこれを買うためにわざわざ行ってきました。で、一応3つ買ってきました。バーベキューの皿ね、皿もお肉も一応買いました。これが牛肉で、これ豚肉、これラム肉です。もう全部めんどくさいんで塩コショウで、今からこちらを使ってみたいと思います。燃焼時間は1時間だそうです。で、今ビニール袋を開けると
下が紙でこんな感じ、アルミ製かな、網がついた。この箱の下にスタンドが入ってて、スタンドをこうか、こういう風にして載せますと、で直接ここにもう火をつける。そうですね、わ、ついた。これは期待できます。ラム肉からいきます。わあ、すごいな。これいいっすよね。あのパニアバッグに忍ばせといて、キャンプ場に一緒に持ってくにもすごい。いい感じに焼けました。